クロスロード作戦、クロスロード作戦、クロスロード作戦、オペレーションクロスローズは、1946年夏にアメリカ合衆国がビキニ干渉で行った一連の核実験のこと。21キロトン級原子爆弾を用い、エーブル実験、エーブルとベーカー実験、ベーカーの2回の爆発実験が行われた。水着のビキニの名称は、この作戦のうちのエブル実験が、 その由来となっている。7月1日のエーブル実験では、核爆弾を高度158メートル、7月25日のベーカー実験では、水深27メートルの海中で爆発させている。3番目として、チャーリー実験、チャーリーが予定されていたが、ベーカー実験において生じた放射能が予想よりも激しかったため中止された。 クロスロード作戦は1945年7月のトリニテ実験、8月の広島、長崎に続く史上4番目と5番目の核爆発である。また、マーシャル諸島で行われた、及び事前に実施通告がなされた最初の核実験であった。なお本作戦の後には1948年にサンドストーン作戦が実施されている。一連の実験の目的は感染。 危機、各種物質に対する核兵器の威力を検証することであり、約70隻の艦艇が標的として、ビキニ諸島に集められた。この艦隊は、アメリカ海軍の老朽艦やドイツ海軍や日本海軍から接収した艦、アメリカ海軍の余剰な巡洋艦、駆逐艦、潜水艦、補助艦などから構成されていた。接収艦としては、日本海軍からの戦艦長と、 ドイツ海軍からの従順プリンツオイゲンなどが含まれている。各爆発現象を研究するための技術的な実験も行われ、生きている実験用動物、200匹の豚、60匹のモルモット、204匹のヤギ、5000匹のラット、200匹のマウスなどが用意された。この実験のために、第1統合任務部隊、ジョイントタスクフォース1、機関、 マウント・マッキンリーが編成され、隊員の宿舎や実験施設として、空母、シャングリラなどの150隻以上の実験支援艇が利用され、人員は4万2千人。このうち3万7千以上は海軍の人員からなっていた。この他の人員は、エニウェトクやクエゼリンなどの近くの干渉に滞在し、ビキに干渉はもっぱらリクリエーション用途や計測所として用いられた。 元の住人170人は無人島のロンゲリック艦礁に移住させられた。最初の実験の前にすべての人員はビキニ艦礁と標的艦隊から退避した。彼らは実験支援艦隊に乗りビキニ艦礁から東に少なくとも 18.5km 以上離れた安全地帯で待機した。エブル実験では B-29 スーパーフォートレスデブズドリーム 急称、第509根性部隊所属、ビッグスティンクから投下され、標的の艦船群の上空158メートルで、炸裂した。一方、ベーカー実験では、艦船群の中心に停泊した、上陸用集艇、LSM-60 から吊り下げられ、水深27メートルの海中で爆発した。なお、エーブル、エーブル、ベーカー、ベーカー、チャーリー、 チャーリーは、米軍が使っていた、通話表の一つによる A、B、C を示している。投下された、核爆弾の位置が標的とされていた戦艦ネバだから、およそ西に630メートル、北に122メートルずれてしまったことを除き、テストは順調に行われた。投下位置のずれについて、アメリカ政府は、B、B-29 の搭乗員に対して、調査を実施している。 その結果、これは、爆弾自身が風に流されてしまったもので、搭乗員に何ら落ち度はないと結論付けられた。各爆発によって生じた、放射線は一時的なもので、沈没せずに残ったほぼすべての艦は再び安全に、上艦することができ、光る、ベーカーのテスト遂行に必要な残存鑑定の検査、再経流などは、前のスケジュール通りに進んだ。なお、 この実験の結果として、後で挙げる5隻の艦艇が沈没している。爆発時にドーム状の霧が発生したが、これはウィルソン・クラウドと呼ばれ衝撃波に伴う膨張波により、空気中の水分が凝結したものである。エーブルのテスト後に残存氷判線群に、再び乗艦していた乗組員たちは、ベーカーテスト実施前に、干渉等方にある実験支援艦隊へと退避した。 この実験により8隻の艦艇、工事が沈没し、残った艦艇もエーブルと比較して大きな損傷を受けた。ベーカーにより多くの残存艦艇が放射能を帯びた水と珊瑚礁由来の放射性硬化物を浴び、12隻の怒りを下ろして経流されていた艦とビキニ島に乗り上げていた上陸艇を除き激しく放射性物質に汚染されていたので、 数週間経過するまでは上官しての各種作業ができなか。チャーリー実験では水中部核での爆発が予定されていた。対戦爆雷として用いた際の核兵器の効力を検証する意図があったが、ベーカーのテストによる放射能汚染問題が深刻であったと中止された。これと同内容の実験が後にビグワム作戦。 オペレーションウィグアムとして1955年5月14日にカリフォルニア州のサンディエゴ沖で実施されている。ベーカーのテストの後、汚染の激しい大部分の鑑定に対して検査を実施できなかったことはテストの整備を左右するため標的艦隊の除染作業が8月1日から実施された。この作業は放射線検知器を装備した標的艦隊の乗組員を使い、 感染の外面を洗浄させるものであった。はじめは、標的艦に乗艦できる時間が数分しか取れなかったので、除染作業はなかなかはかどらなかった。字が経過するにつれ、実験支援艦隊自身が、軽度の放射能を帯びた海水によって汚染されるようになってしまった。そこで、ビキニ環礁での作業を中止して汚染されていない水の元で作業ができるクエゼリン環礁へ、 残存標的艦を移動させるという決断が8月10日までになされ、この移動は9月までに終了した。クエゼリンでの主な任務は標的艦に搭載されていた弾薬を抜き取ることであった。このクエゼリンでの作業は1946年秋まで続き、職員は1947年に入っても上官しての仕事を続けていた。 12隻の主要艦艇と2隻の潜水艦が放射能の検査のためアメリカとハワイに栄光された。12隻の標的艦の汚染は大変軽微であったので再び乗組員が乗艦しアメリカまで航行することができた。残りの標的艦は1946年から1948年の間にビキニ艦礁、クエゼリン艦礁、ハワイ諸島近海のいずれかで 激沈処分とされた。実験支援艦隊の除染はできる限り速やかに行われ、元の艦隊に合流する前に放射能が存在しないことが確認された。本作戦はすべて放射能レベル監視下で実施され、参加人員の放射線被曝量は0.1レントゲン、日以下に抑えられた。実験当時、0.1レントゲン、日は健康に影響を及ぼすことのなく、 長期にわたる被爆に耐えられる量であると考えられていたからである。実験中は放射線検知器を装備した専門の隊員がガイドの役割を務め、放射能の危険区域に他の人員を近づかせないようにした。また、各員が装着する被爆量測定用のフィルムバッジが0.1レントゲン、日を超える値を示したものは1日、または数日の間安全な場所に退避させ、 作業を休ませる等の対策を取った。主に被爆リスクの高い場所で作業するものを中心として JTF1 の人員のおよそ15%が計18,875枚発行されたフィルムバッジを最低1枚以上受け取ったが放射線被爆の恐れのない島や管にいた約6,600人の中で支給されたものの割合は少なかった。ちなみに 本実験を通して記録された最大放射線蓄積量は放射線監視モニターが示した3.72レントゲンであった。航空母艦キャリーヤーズ、戦艦バトルシップス、巡洋艦クルーザース、駆逐艦ディストロイヤーズ、潜水艦サブムリンズ、上陸用輸送船アタックトラポーツ、上陸用艦艇 LSTS、上陸用艦艇 LSMS、 上陸用集艇 LCTS。補助艦艇、輸送艇、修理浮き、ドックオングシリリス、不評用陸用上陸用艦艇 LCS。気候部隊上陸用艦艇、LCMS。兵員輸送上陸用集艇 LCVPS。エーベル実験、1946年7月1日、実施。ベイカー実験。 1946年7月25日実施。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。